サッカーになっていいです、雰囲気を楽しんでください。タコさん、本田さん、日本代表の監督やってほしいです。そういう声が多いです。いかがでしょうか。いやいや、もうあのオファーあればいつでもやりますよ。ライセンスないですけどね。え？ライセンスないけど、まあ受けると。ライセンスはあの今もカンボジア代表で、ライセンス持ってる人と一緒にやってるんで、まあ、そこは多分クリアできるかなと思います。うん、サークルからプロを目指す大学生、アトゥーキさん、カンボジア代表監督を務めたのは日本が代表監督としてのワールドカップ優勝するというビジョンがあるからですか？うん、まあ、カンボジアの代表監督だったのは、日本代表監督として、はいはいはい。ワールドカップ優勝するためですか？そうですね。日本代表としてもそうですけど、まあ、監督として、ワールドカップ優勝を目指してるんで、まあ、その第一歩として、カンボジアの、指揮をすることを決めましたね。うん。バックパスはもうしませんという質問の方からの質問で、日本代表の監督になってほしいです。いつなれますか？アベマの解説すべて当たっていたし、フォーメーションも本田派です。まあこれ個数も多いですね、やっぱね。待ってくれと。いやだから全然だから何回も言ってるように、ライセンスなくてもできるし、まず任意にすべきだし、オファーあればいつでもやります。KDさん。日本の監督が海外に行くことでどのようなメリットがあると思われますか？日本の監督が海外？はい。それはクラブの話かな、多分ね、これ。そう。俺それが代表の話？多分両方だと思います。うん。いや、まあ、いろんな経験はね、取得に越したことはないと思っているんで、まあ、そういう人のマネジメントみたいなものは、僕もカンボジアで、4年ぐらいもうやってますけど、日々学んでるんで、まあ、それはやっといた方がいいですよね。サッカーのことだけじゃなくて、それ以外にも多分生きることは多いんじゃないかなと思います。本田監督がもし日本代表じゃあ任されたら何大会ぐらい欲しいですか？その優勝までに。日本代表優勝させるために期間はどれぐらい欲しいですか？これはまあ、その思い、その自分の情熱とその実際の現実で話変わってくると思うんですけど、まあ、1大会で狙いには行きますよね。でも無理かもしれないし、その場合は2大会、3大会欲しいですね。だから2大会で作っていくっていうよりも1大会で目指せる、4年で。いや、それが代表監督でしょ。No. って思ってます。そんな。だって4年に1回ですよ。もうそこで狙わんとダメでしょ。わかりました。本田さんが監督としてどんなサッカーを目指しますか？選手たちの、まあ、持ってるものを最大限引き出せるようなサッカーがしたいですね。だからどのチームでも同じサッカーをしたいっていうことではないですかね。すでに過去に回答済みならごめんなさい。将来日本代表の監督になりたいですか？なりたいかなりたくないかって言われたらなりたいですね。なんかワールドカップなんですよね、僕のモチベーションが。でワールドカップ優勝したいっていう気持ちがやっぱどうしてもあって、なんか日本代表でそれができるっていうことがもちろん一番いいんですよね。でもなんかそうじゃないパターンが指導者の場合あり得るじゃないですか。選手やったら選択肢はもう日本代表としか試合に出れないんですけど、監督の場合って日本代表以外も指揮することができるんで、選択肢は増えるんで可能性は上がるなと思います。で何よりもこのワールドカップに、優勝できなかった、選手として優勝できなかったってことが、諦めはあるんですけど諦めきれないんですよね。それを自分なりの定義で指導者として実現してもいいでしょっていう自分なりのまあ答えをまあ出してはいるんですけどね。